ハートチームとは何かと言いますと、従来は循環器内科に紹介いただいた患者は、循環器内科の方で検討して大まかな治療方針を決めていたんですけれども、現在は心臓外科と最初からこう相談をして、どういった治療がいいかというのを相談するようにしております。従いまして、従来ですと大動脈弁狭窄症の患者が外科に紹介されると開胸手術になって、循環器に紹介されると足袋になる、こういった現状ではいけないということで、現在では大動脈弁狭窄症の患者が紹介になれば、循環器であろうと心臓外科であろうと集まってハートチームで相談をして、足袋がいいのか、あるいは胸を開ける手術に頼るのか、そういったことを検討して治療方針の方を決めております。だいたい毎週月曜日にこのように外科内科で集まって、書類を1例ずつ吟味して治療方針の方を決定しております。そういった外科内科の協力の場所として、新しくできたハイブリッド手術室というのが重要ではないかと考えております。で、一例症例を提示したいんですけれども、これはまさに外科と内科の協力でハートチームがうまく機能して患者を救命できた一例なんですけれども、88歳で ST スコア 8.5%、 NYHA 3度の心不全の方が紹介になりまして、この方大動脈がこの筋腔非常に高角度で曲がっておりまして、足から弁を留置するのは難しいだろうということで、心線部から弁を留置する方針としました。そうしますと、外科の先生がメインの主義になるんですけれども、実現の評価をハートチームで行ったところ、このような非常に大きな切開化が左肝腺にありまして、これを広げたときに左冠動脈を詰めてしまうんじゃないか、そういう懸念があったんですけれども、実際に全拡張のときにゾイザを流してみますと、この左冠動脈の移りが非常に悪いということで、弁を留置する際にはあらかじめガイドワイヤーを通しておきまして、弁が留置して血流が悪くなったと判断しましたところ、内科の方でステント留置の方を行っております。で、この方何より良かったのは、88歳と高齢だったんですけれども、術後経過も非常に良好で退院されまして、この前お会いした時には静岡に旅行に行かれたということで、その旅行に行ったっていうのも、その介護タクシーとか車椅子で行ったというわけではなくて、普通に歩いてご家族と新幹線で旅行に出かけたということで、非常に良かった症例であります。大動脈弁狭窄症ですけれども、ご高齢の方が非常に多いですので、3割ぐらいの方は未治療で様子を見られているというデータもありますので、もしご高齢でありますけれども、その弁さえ治せば元気な生活が送れるという方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただければと思います。あと、アンプラッター閉鎖術とイーバー・ティーバーの方を簡単にお話したいと思うんですけれども、現在心房中隔改造症の治療として、この ASD オクルーダーカテーテルの治療というのは非常に注目を集めています。で、施工できる施設はそんなに多くはないんですけれども、京大病院はその一つでありまして、現在この治療が京大病院でも非常に多く行われるようになってきております。全国的に見ましても、この ASD をカテーテルで閉鎖するという治療はどんどん伸びてますし、逆に胸を開けて弁を閉じるという治療はだんだん減ってきております。実際見ていましても、カテーテルで閉じた場合は傷口も足だけですし、患者さんも2泊3日、3泊4日、そういった短期の入院で退院することができます。また動脈瘤もかつては胸を開けて、あるいはお腹を開けて人工血管の置換術が必要だったんですけれども、ステントグラフトというのも完全に日常診療の中に浸透しておりまして、胸部で使えるステントグラフトも現在4種類、腹部で使えるステントグラフトも現在5種類あります。こちらの方も当然ながらハートチーム、イーバー、ティーバーのチームで外科内科協力して診療の方を行っております。こういったハイブリッド治療のみならず、循環器ではいろいろな新医療を行っておりまして、もしお困りの症例がありましたら、循環器内科の方ではホットラインというのを設けておりまして、24時間365日お電話いただければ、原則お断りすることなく患者の方を受け入れるようにしております。
もしお困りの症例がありましたら、ぜひご連絡いただければと存じます。ご清聴ありがとうございました。